おはようございます。2012年5月14日月曜日6時5分になりました。ということでまた月曜日、今日から1週間というかもう5月も中旬になりましたね。でもうなんかね、気温が結構低くてなんかうすら寒いというか肌寒いというか、なんかね、最低気温がこの関西の方でも10度を切ってるっていう、何その寒さみたいな、もうちょっと 5月のこの時期だとね、もういい加減なんか半袖になってきたりとか、いやもうアイスクリーム食べまくりみたいな、そんな感じになりそうなんですけど、全然なんかそんな感じじゃないっていうね。まだ朝とかはいや、ホットコーヒーじゃないと寒いみたいな、そんな感じなんですけれども、風邪ひかないようにしないとということで、さてさて、今朝はですね、テッククランチからちょっと見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら、聖書を読むアプリ U バージョンがダウンロード5000万を突破ということですけども、まあなんかすごいっすよね。5000万ってダウンロード数ダントツで、ダントツというか、各もういろんなものに対応してですね、モバイルのところで本当もう全部合計で5000万以上ダウンロードということで、こういう欄を見るとですね、こういう記事を見るとなんかそのなんて言ったらいいんですかね、その文化というかベースになる考え方というか、そういうものの大きな違いっていうのをですね、私はすごく感じるんですね。いいとか悪いとかは分かんないですよ。それは分かんないですけども、やはりこれだけの数のそのアプリ、要するに聖書っていうものに関するその多くの人たちの興味関心があるというところが、私はなんかすごいなというか、そういうことをですね、やっぱりですね、知っておかないと、その別に聖書を読めと言ってるわけじゃないですよ。その聖書っていうものをベースに欧米の人たちがやはり生活をしている、そういうものを必要としている人たちがこれだけ多くの人たちがいるということ、でそれを基本に生活を考えている人たちがいるっていうことをやっぱり知っておかないといけないなっていう気がするんですね。で、日本はどうしてもそのなんていうんですかね、宗教っていうものに対しての考え方っていうのがなんていうのかな、あんまりこう人前でこう明確に言わないというか、そういうことを議論しなかったりとか、あるいはそのいろんな宗教があるよねみたいな感じでこう捉えてたりするんですけども、そのあたりがですね、この、聖書をベースにしてる、まあ、キリスト教ですよね、なんかの考え方、またそれをですね、基本としてこう生活してる、そこの価値観の中で生きるっていう人たちがとはやっぱりですね、ちょっとこうベースになるものが違うっていうことはやはり考えておかないと、いろんなところでですね、ん?っていう感じになることがあるということは、やっぱりですね、これはこれからそのますますそのいろんな人たち、海外の人たちとやり取りしてたり、いろいろこれからですね、乗り越えなきゃいけない一つの大きな壁というものでもないんですけど、その違いを認識しておかないといけない部分じゃないかなっていう気がするんですね。で、まあ、例えばアメリカの大統領になっても、その聖書の上に手を置いて宣誓をするわけですよね。で、やっぱりそこにその聖書っていうものが登場するわけですよ。で、一方海外から見るとですね、やっぱりその天皇陛下っていう、日本における天皇陛下っていうものの存在、というものに関してはやっぱり何なんだろうっていうふうに思うわけですよね。で、海外からすれば日本は法律をその実際その
施行する上でやっぱり天皇陛下とか関わってるわけですよね、あの形式上とはいえ。で国会の開催とかそういうのに関しても天皇陛下が宣言するとかそういうことがあるわけですね。でやっぱりそこは海外からすると何なんだろうっていうふうにこう見てるわけですよ。ただでもですね、一方でじゃあ、天皇陛下のその喋った言葉みたいなものがこうアプリになってるとかね、あるいは天皇陛下のその代々の何々天皇からというようなのがそういうアプリがあるかとかですね、あるいは日本書紀とか古事記とかのそのアプリみたいなものがあるかっていうとないんですよ、日本にはそういうものは。そこら辺のね違いっていうことをちょっとこうね考えた方がいいのかなと。何を考えろっていうのも難しいですけども、ただそういうベースがちょっとこうね、やっぱりそういう文化とか価値観とかそういうものにこう現れてくるの、そういう違いはですねやはりですねいろんなところでこう、ちょっとこうね頭の片隅に置いておくだけでもそのなぜそんな考え方するのかなっていう時に、ああそういうベースの違いがあるよなっていうことをねふっとこう思うことというか思った方がいいんじゃないかなということがやっぱりね、いろんな海外の人たちと付き合う上ではあったりします。それに嫌がおうでもそういうものが影響してきたりするのでね、これからというかもうすでにそうなんですけど、ちょっとこういうところにねそういうものがアプリがでもこういうものが出てくるという、またそれが5000万人以上もの人もたちがこう使ってるということはちょっとね、日本にいるとあまりそういう宗教みたいなのも意識しないですけども、ただそういうことはあるということはちょっと思っといた方がいいんじゃないかなっていう気がします。なんか何を言いたいのかもわっとしてますけれどもそんなちょっとね記事をピックアップしてみました。あまりなんかね経済みたいなものだけじゃないところがあるということですね。さて、そんなところでもう6時12分もあって13分になりましたということで、今日から月曜日また1週間頑張っていきましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。